ショッキングな展開。3月1日、マクドナルドの新 CM に平野紫陽が登場。一体何が待ち受けているのか。3月1日、日本中で話題となるであろうショッキングなニュースが飛び込んできました。なんと、ナンバー、アイ、の平野紫陽がサントリーのピュアウォーターの CM に出演した後、芸能事務所とベトの契約も発表されました。そのテレビ CM は全国的に大反響を呼び、 スーパーやコンビニで平野の写真がファンによって発見され、SNS で拡散されているとのことです。しかし、それだけではありません。週刊女性によれば、平野は別の大手ファストフード会社からも CM のオファーを受けており、これが来春に放送予定と報じられているそうです。さらに、ナンバー 愛の岸優太さんと神宮寺優太さんも大手でラストフード会社の CM に出演することが決定し、ますます注目を集めるグループになっています。3月1日からは平野史洋さんのマクドナルドの CM がオンエアされるとのこと。ラストフード界に地鳴りを巻き起こす平野史洋が挑む審査会時、その秘密がついに解禁されることとなりました。私はこの新しい展開を楽しみにしています。 平野紫耀の広告企業とその背後にある成功の理由。ただし、ナンバー、愛の成功の裏には単純ではない基盤があります。彼らはかつてジャニーズ事務所のキング、プリンスのメンバーでしたが、所属事務所との意見の相違によりグループを脱退し、困難な解散プロセスを経たゆか、平野さん、ジングジさん、ナイトさんの人気は高まりました。ナンバー、 愛の人気は老若男女問わず多くの人から支持されており、特にインスタグラムには60代の母親や50代の男性など若い女性以外のファンも多く見られます。彼らの成功はスマップ解散騒動を彷彿とさせ、スマップ世代のファンも増えていると報じられています。ナイト氏の活躍と提携の可能性。一方で、 南無リのメンバーは商品力が抜群で、ルイ・ヴィトンとのコラボ商品も26万円のバッグや20万円のパーカーがいまだに完売するなど絶大な人気を誇っています。特にミスター・ナイトはグルメ番組での活躍が高く評価され、老若男女問わず愛されています。企業もナイト氏のユニークな人柄に注目し、コンビニエンスストアや食品メーカーなどがナイト氏との提携を検討する可能性があると報じられています。 国民的スターとしての地位を確立するナンバー・アイ。ナンバー・アイは国民的スターとしての地位を確立しつつあり、そのカリスマ性と親しみやすさからナショナルブランドの広告での起用が増えることが予想されます。国民的ブランドも提携を検討している可能性があり、そのエネルギーと魅力はますます多くの人に愛され、今後も注目を集めていくことでしょう。 新しい CM にどんな驚きが待っているのか、皆さんも楽しみにしていることでしょう。ナンバー、愛のこれからの活動も期待大ですね。どんな意見や予想がありますかコメントで教えてください。などが考えられます。